はい、どうも、寺子屋さんに、寺子屋さんでございます。今回もですね、助動詞キャンについて語っていこうかなと思っております。この助動詞キャンの種類なんですが、3つあるうちのですね、法助動詞の部類に入りますよ、というところですね。で、語源なんですけども、このキャンっていうものはもともと動詞でありまして、昔の動詞で知るという意味でありました。この知るから転じて実現可能であるというようなコアになっております。実現可能、知っているからそれができるよね、その知識があるから、その問題が解けるよねっていうものですね。その数学の公式を知っているからこそ、その導き出せますよね、答えを出すことが実現可能ですよねっていうようなイメージを持っていただければなと思います。で、実現可能にもですね、2パターンありますよと。自分自身が、それを知っているから、行動ができますよと、その人自身がそれを知っているからそれができますよ、導き出すことができますよ、実現可能ですよっていうものが一つ。もう一つですね、状況、私なのかあなたなのか彼なのか、関係なくですね、理論上それが可能かどうか、状況的にそれが誰でも可能かどうかっていうところで、分かれますよということですね。主観的なものの実現可能性、客観的な実現可能性っていうところをですね、イメージしていただければなと思います。実際にですね、やっていきたいと思うんですが、じゃあその文の構成として肯定文、否定文、疑問文を意識してもらえればなと思います。そしてですね、主体ですね、自分なのか相手なのかそれ以外なのかっていうようなところもイメージしておいてください。その、ですね、どういう文の構成なのか、そして、主体が自分なのか相手なのかっていうのをですね、意識するとですね、おのずと何々できる以外のですね、翻訳もしやすくなってきますよというところはイメージしておいてください。では行動が実現可能というところの例をやっていこうかなと思います。まず一つ目、可能です。実現可能なんだから可能ですよね。いわゆる能力があるのでできる知識ですね。知識というのを、知識や経験、行動というものがしたことがあるので、知っているので、それができますよというものですね。あと、事情が許せばできる。確かにそれはできるんだけども、プールだったらできますよとか、ね、この状況だったらできますよっていうようなものがありますよと。例えば、例文、I can swim。私は泳ぐことを知っているんですね。私は知っている何を、swim、泳ぐことを知っているんですね。これ SVO なイメージ持っていただきたいなと思います。ただ、現代では can というのは助動詞、swim というのは動詞という形になっていますので、私は泳ぐことを知っている、だから私は泳ぐことができるというふうにですね、翻訳できると、いいのではないかなというところですね。あくまでも助動詞、動詞の前につく助動詞というようなイメージですね。I can swim。私は泳ぐことができますよ。なぜなら泳ぎ方を知っているからです。はい。次やっていきましょう。許可ですね。主体が自分以外で、相手に対してできるならやってみてもいいよっていうようなニュアンスを含む。これが許可というものになります。まず主体を見ていきましょう。自分ですか？相手方ですか？ You って書いてあるんで、相手方ですよね。自分以外、客体っていうものがありますよね。で、You can smoke here。あなたはここでタバコを吸うことができるっていうふうに訳せますよね。これでもいいんですよ。あなたはここでタバコを吸うことができますよ。吸い方を知っているから。ではないんですよね。イメージ知っているっていうか、あなたが吸うことができるんであれば、ここで吸ってもいいよっていうね、許可を表す can というところになりますので、そこだけ注意してください。あなたが知っていようが知っていまいが、そこでタバコを吸っていいかどうかっていうのは、そこの土地の所有者とかね、っていうのが決めるわけですよ。ね。なので、そのニュアンスを間違えないようにしてください。あなたが吸うことができる、
吸うことを知っているからここでタバコを吸っていいよってものではないということです。ね、あなたがもし、タバコを吸えるんならここで吸っていいよっていう許可というところですね、イメージできればなと思います。次に申し出というものがあります。主体と客体が2つ存在していることに注意してください。で、私はあなたに何々することができるので しますというようなものになります。例文見ていきましょう。 I can get you、 I と you っていうですね、主体と客体がありますよね。私というものがあなたに対して get、 あげることができますよと、あげれることを知っているということですよ。私は知っている、 get でできることを知っています。あなたに対して何を、 some beer、 いくつかのビールがあるので、いくつかのビールを蔵からゲットすることを、ゲットできることを知っているので、あなたに、ビールを差し上げますよっていうようなニュアンス、申し出です。ここをですね、イメージできるかどうかということです。私は知っていると、ゲットできること、何を、サムビアです。だから I can get you、 私は あなたにビールを差し上げますっていうようなイメージでですね、命令ですね。主体が自分以外であれば命令です。基本的にはね、できるならしろよね、知ってるならやれよみたいな感じの命令形です。 You can stop bothering me nowね、あなたは止めることを知っているなら、やめれることを知っているんだったらば、バザーリングミーを、自分を、私を邪魔することをやめなさいよ、now、今。っていうことですね。やめれるんだったらやめなさいよ、私を邪魔することを、今。っていうことですね。You can stop bothering me now. ね、命令形でしょ。あなたは止めることができる、私をですね、邪魔することをっていう、なんか、ポジティブなイメージというよりもマイナスなイメージ、命令なイメージ。お前がやめれるんであれば、今すぐ俺を邪魔することをやめろっていうような命令になりますよ、ということです。次、依頼ですね。主体が自分であることを思い描いてください。できるならしてもらいたいっていうような意味ですね。You can do、 あなたが You can do work、 仕事ができるっていうことを知っているんだったら、私のために仕事をしてほしいんですよっていうようなニュアンス、できるならしてもらいたい、ね、そのイメージを持っていただければなと思います。提案ですね。主体と客体、できるならあなたがもし許す、できるならば、許せる状況ならば、私はあなたに何々をしたいですっていうような提案です。 We can take a taxi、 私はタクシーを呼ぶことを知っているから、できるということですね。私はタクシーを呼ぶことができますよと。 If you like、 あなたがそれ、そうして欲しいなら、私はタクシーを呼ぶことができますよっていうものになります。なので、基本的に条件がつくことが多いです。If you like みたいな。If 説を置いて、何々の場合ですね。If you like。あなたが、望むのならば、We can take a taxi。タクシーを呼ぶことができますよっていうようなイメージ。このですね、行動の実現可能性についてお話しさせていただきました。で次はですね、状況が実現可能というものについてお話していこうと思うんですけども、まあ、主体がある、そして経験あるので、できなくはないというようなニュアンス、Watching YouTube can be boring。 Watching YouTube、ね、YouTube を見るっていうことはね、つまり退屈なんだよね。今ね、何か仕事をしよう、勉強をしようとしてるにもかかわらず、YouTube を見てしまう。
それっていうのは一般的な理論として退屈なんだよね。退屈だっていうことを、知っているようですね。ウォッチング YouTube を見ることは知っているんだよ。経験上存在として、ボーリングっていう状態であることをってことです。そういうイメージです。私がとかあなたはっていうよりも、一般論として、理論として YouTube を見る、テレビを見るっていうことは、スマホを見るってことは、暇なんだよねっていうようなニュアンスを表すことができます。次ですね、否定文の場合ですね。主体があって否定文な場合、経験知識ないならできないよねっていうようなイメージ。It can be a mistake. It can be a mistake ですね。ミステイクっていうのは失敗っていうことですよね。そんなものは can't 知らない。can be なんで、私はそれはそういう、存在を知らない。どういう存在？ミステイク。そういう失敗を知らない。だから、間違っているわけがないっていうようにですね、訳すことができますよと。そんなことは不可能だ。それは真実じゃない。そんな真実は知らない。そんな失敗は知らない。だから、間違えるわけがないっていうふうな、強調を表す can というものができますよと、いうところをイメージできればなと思います。次ですね、疑問や驚愕を表す can と。できるかどうかわからない。ということですね。つまり、できるかどうか知ってるかいっていうことです。疑問形に変えるんであればね。Where can my son have gone? どこにいるか知ってますか？ My son、 自分の息子なんですけども、 have gone、 どこに行ったかってことです。Have gone っていうのは、現在完了になりますよね。今まさにですね、どっかに行ってしまったんです。my soon がですね。それを where can my soon have gone? where、 どこに行ったか知ってるかい？ where can my son have gone? できるかどうかわからない。知ってるかどうかわからないっていうような状況です。その意味を表す can。When can my son have gone? ね、フレーズとして覚えていただければなと思います。ということで、今回はですね、助動詞の can について語らせていただきました。次回はですね、助動詞 may についてお話ししていこうと思いますので、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。